江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、韓国さん大変、韓国に衝撃、ウクライナ人が韓国軍を斬首すると警告。はい、それではですね、記事の方を見ていきましょう。くーちゃんお願いします。北朝鮮がウクライナとの戦争中のロシアに派兵してという状況が続く中、ウクライナのあるネットユーザーが警告軍を斬首するという誤った警告を発信した。ウクライナの勝利を祈願するミームを共有する X 旧 Twitter では、19日に警告軍よ、我々はあなたを斬首しますという朝鮮語の文言が書かれた宣伝ポスターを公開した。ポスターには北朝鮮の軍服を着た兵士がウクライナの首都キーウが記された地図を指し、その北朝鮮兵士の首をウクライナ軍兵士が切る場面が描かれていた。ウクライナ兵士はゴーグルとマスクを装着して顔が見えないが、北朝鮮兵士は血を流し恐怖に怯えた表情を浮かべている。またあなたはここで死ぬだろう、我々はあなたの言葉を聞かない、あなたは救われないだろうという文言も朝鮮語で記されていた。最近、北朝鮮がロシアを支援するためにウクライナ戦争に派兵したとの報道が相次いでおり、警告の国家情報院がこれを確認し、北朝鮮のロシア派兵は事実として認識されている。しかし、これに対してクレムリンやロシア外務省、国防省は反応を示していない。このポスターを投稿した X ユーザーは、ロシアに派兵した北朝鮮への警告としてこの画像を作成したと考えられるが、警告と北朝鮮を混同したようだ。他の X ユーザーたちは、警告と北朝鮮は違う、警告は南朝鮮を指す、文言を北朝鮮、ノース、コリアに変更すべきだと指摘したが、このアカウントはもし警告が弾薬や車両を支援しないなら次の切り首対象になるだろうと警告を続けた。これに対し問題を指摘したユーザーは、警告の状況は他の国々よりもはるかに複雑だ、警告はロシアが北朝鮮に技術や先端兵器を提供することを懸念し、ウクライナに殺傷兵器を提供するのを控えている。また警告はすでに殺傷兵器以外の方法でウクライナを支援している。まるで警告がウクライナに借りがあるかのように要求してはならないと再度指摘した。最終的にこのアカウントは、北朝鮮軍よ、我々はあなたを斬首しますと文言を訂正したポスターを再度投稿した。一方、ウクライナ文化情報省に属する戦略コミュニケーション情報保安センタースプラブディは、ロシア極東のセリギエフスキー訓練場で北朝鮮軍とみられる兵士がウクライナへの派兵に備え、ロシアの軍需物資を受け取る様子が映った動画を公開した。27秒間の動画には、アジア系の兵士が列をなして西洋人兵士から物資を受け取る様子が映っており、北朝鮮の訛りで声前で出てこいやーといった声も聞こえる。この動画は72時間以内に入手されたもので、北朝鮮軍がウクライナ派遣に備えているとされているが、実際にロシアで訓練中の北朝鮮軍であるかどうかはまだ客観的に検証されていない。さらに CNN はスプラブディを通じて、北朝鮮の単語を含む軍服サイズのアンケート用紙が公開された。この用紙には帽子のサイズ、周囲、制服、軍服サイズと靴の情報を記入してくださいといった案内が朝鮮語とロシア語で記載されていた。警告の国家情報院は、ウクライナ情報機関から入手したウクライナ前線で撮影された写真の中に、昨年8月に金正恩北朝鮮国務委員長に同行した北朝鮮のミサイル技術者が含まれていることを確認したと発表した。情報院は AI 顔認識技術を使用し、この人物が同一であると結論付けた。はい、というね、内容でした。それではですね、こちらに対して韓国の反応見ていきましょう。はい、間違えられちゃったということでね。警告もよく知らない、そんな国に支援してやるな。593-38、徳島を竹島、東海を日本海、コリアを北朝鮮と知っている無知なウクライナ国民。237-23、朝鮮戦争の時は共産党国家だったくせに、俺たちに助けるどころか敵だった奴らをなんで支援しなければならないのかわからない。そこに助けてくれと言っておきながら我が軍を斬首するというポスターを出すなんて、本当に朝鮮戦争の時と同じ北朝鮮と一緒に戦って消え去ってしまえ。107個。
ウクライナを助けてはいけない、あいつらが日本に対して警告がロシアのような存在だと言ったんだろ。110-20ウクライナも実際はナチスの出先をしていた歴史がある旧ソ連構成国だからな。58-1815兆も注ぎ込んでこんなことを言われる我が国は一体。13-1警告と北朝鮮も区別できないのに助けてくれと言って泣きつくのは滑稽だ。12-0ロシアもウクライナもアサセン戦争の時に攻め込んできたソ連の奴らだ。今のこれもソ連内戦な。それなのにどうしてウクライナに無駄な手助けをするんだ。ロシアに物を売ってのんびりしていればいいのに。愚かなユン・ソクヨル、本当に話にならない。12-1ウクライナは最初から感じが悪かった。我々に何もしてくれたことがないくせに武器くれ、コンくれ、参戦してくれと言っておいて今では斬首すると言っている。相手が誰かもわからない国とは手を切るのが正解だ。11警告がウクライナに軍需品や支援をどれだけしてやったと思うんだ。あいつらが感謝する国々のリストを作って掲載したけど我が国は抜けている。我が軍が提供した砲弾はどこの西側諸国よりも多かったのに。70そういうことじゃないの。感謝しないってことじゃない。無知で無学だからどうしてもウクライナに情が湧かない。ましてや親日国家だからなおさらだ。71あ知らないからじゃない。日本に神社参拝して日本海と言って、日本と渓谷はウクライナとロシアのように同じルーツから来たと言っているのがゼレンスキーのファシストどもだ。61ウクライナの駐日大使があれか、靖国神社参拝したのか。なんかあったよね。ウクライナ、バカじゃたちよ。北朝鮮は戦争に向けて60年以上も準備してきた国だ。いくら経済がめちゃくちゃで、統一展望台から見ても山に木がないほど貧しい国でも、純粋な光線ならお前たちはただ死ぬだけだろう。見てみろ、これからお前たちは驚くことになる。物資の補給もなしに生き延びてきた北朝鮮軍がロシアから補給物資さえうまく受け取れば、お前たちに勝つのは難しくない。51今の彼らのやり方を見ていると、わざとそうしているのかという感じが強い。ウクライナの駐日大使が暴言を吐いたのが一度や二度じゃないのに、何の対処もせず謝罪もしないであんなことをしているのを見ると、彼らは我が国と北朝鮮を区別できないのではなく、わざとあんなことをしているんじゃないかと思う。40ロシアを応援すべきだ。味方と敵の区別もつかないのにどうやって戦争をするんだ。30はい、というね意見でした。それではですね、チャットの反応を見ていきましょう。はい、ということでね、上からどうぞどうぞええよ好きにして一緒だしいいか何で謝ったって思った。事実確認しないで言うもんじゃないよ。そりゃそうだわ、北も南も同じだからな。お前らの憲法上では同一民族だから間違ってないだろ。わら区別難しいからしゃあない。1人450万円の出稼ぎでしたか。警告人の場合は来大半 OK ならすぐ参戦しそう。北に圧力かけられてる割に弾薬くれって懇願したりするしな。お前らは警告が K-POP なんかで世界に知れ渡って嬉しいとか言ってるけど、現実はその程度なんだよ。わかれよ。どっちも2分の1国家のくせに偉大なんて言ってんじゃねえ。お前らのロケット技術、ロシアってよりはウクライナの技術なんじゃなかった。北が関与するだろうってのは言われてた。指南を頼る流れはあるよな。うん、このなんだかな感情がこみ上げて涙出ますよ。助けない？ウクライナから穀物を相当量買ってたんじゃないの？ああ、靖国に参拝したんだ。北の役に立たない兵器に激起こしてたっけ？今度は人材が使えなくって逃げ出すんじゃない？はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。